こんばんは。今日は私の質問コーナーをやりたいと思います。一応ゴーはあそこにいます。こんにちは。はい。で、ネネとキキとパパは、あ、来た来た来た、こんにちは。来た来た、よかった。こんにちは。ネネとキキとパパはあれ、なんだっけ、柔術の出稽古に行ってるので、今私とゴーだけです。今回もインスタの方で質問募集したら、たくさん質問いただきました。ありがとうございます。では答えていきたいと思います。 iPhone のメモ帳にね、いっぱいメモしたの。順番に読んでいきますね。身長は160センチです。血液型は B です。何歳ですか？3歳。グーは3歳。母ちゃん何歳だ？36歳です。今年で37になります。何人兄弟ですか？私は長女で2人兄弟です。妹がいます。学生時代の部活は、小学校がミニバスケット、中高がバレーボールですね。こんにちは。びっくりした。ちょっとゴー映るようにするか。こんにちは。お店屋さんになってる。うん。じゃあそこでちょっとお店開いててもらっていいですか？うん。はい。一人時間ができたら何をやりたいですか？こんにちは。こんにちは。一人時間ね、なんだろう。なんか、こんにちは。やってみたいなと思うのはピラティス。マシンピラティスに今興味あるので、それやってみたいな。どれ食べます？何？これ何か教えてもらっていいですか？これアイスはデコレーションしてんの、うん、2個になってんの、うん、これは？これはケチャップ。ケチャップ、あ、かけるやつしよう。ここことかピンクで混ぜてなるんだよ。へー、あ、アイスにかけるやつ。なるほど。ねねキキゴーに彼氏彼女ができたらどうしますか？どうしますか？どうしましょう？想像がつかないけど、でもなんだろうな、その相手にもよると思うけど、私は仲良くしたいなっていう感じ。どうするって言われても、やっぱねねとキキとゴーが好きになって付き合ってる人だと思うから、別にどうもしないかな。ただ仲良くしてもらえたら嬉しいかな。仲良くする。仲良くしてほしいよね。ママさんの就活はどうでしたか？理学療法士でも働ける場所がいろいろあるんだけど、その中でもやっぱ総合病院がいいなって私は思ってて、学校に求人票とかいっぱいあるから、それをバーッと見て、でエリアももう東京にしようって決めてたから、東京の総合病院で調べて、で受けてっていう感じで、で1個受けてそこは落ちて2個目で合格しました。パパとの出会いを教えてください。パパとの出会い、これめちゃくちゃ多かったんだけど、前の動画でも多分答えてると思うんだけど、私の友達とパパの友達が友達同士で、でその友達同士の何人かで飲み会しようよみたいな感じになって、まあそれで飲み会して、そこが出会いですね。子供たちは怒りますか？めちゃくちゃ怒りますよ。てかもう毎日怒るし、1日1回どころじゃなくて、ずっと怒ってる時はほんとずっと怒ってるし、人にされて嫌なことは自分はやるなとかよく言ったりしてますね。だからもう単純に自分がされて嫌な時はすごい怒るし、世界注射、うわっ、見て。嫌いな人とかに対しては別にどうこうしろっていうのはないんだけど、やっぱ大事な人に対してはそういう態度は良くないよとか、結構そういうのでは怒ったりする。あとあれだな、結構やっぱわがまま言いすぎる時があるじゃないですか。もう理不尽なぐらいわがまま言ってくる時はもう怒るよね。うん。母ちゃんどうやって怒る？ねえ、結構怒ってるよね。あんたダメだよ母ちゃんって。うるさいとかね、うん、走るなとか、もうチク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 怒ってます。はい。パパはほらって言ってるから。一番怖いのはパパだよね、うん、子育てで心がけていること、これもねすっごく多くて、ちょっとなんて答えようかなと思ったんですけど、
あえて言うとしたら、あまり子供、まあ、子供なんですけど、子供扱いをしないようにはしてます。あっさ。おならしたっしょ。あいまさん。めちゃくちゃ臭いです。あいつも怒られます。子供たちがちっちゃい時からもうあんまり赤ちゃん言葉とかそういうのは使わずに、あの、なんていうか、ちょっとしっかり一人の人間として、あの、一人に対して接していきたいねっていうふうにはすごく考えてはいます。いらっしゃいませ、ごちゅやさんです。ちゃんと答えられたかな。得意料理は何ですか。なんだろうな。豚汁。母ちゃん、パパはすごい豚汁好きって言ってくれるので、豚汁。好きな芸能人、好きな芸能人はね、あんまテレビ見ないんですけど、誰だろうな、強いて言うなら、ゴー。ゴー、うん、確かにゴーは大好き。あ、好きな人いたわ、小松菜奈。あの人めちゃくちゃ好き。イライラすることはありますか。イライラなんかしてない。ダディピック。めちゃくちゃしますよ。いや、しない。そう、イライラなんかしてない。しないよね。イライラしてることに関する内容を全部パパに言って発散してます。お店、やっぱこう人に聞いてもらうとすごいスッキリします。出産ってどんな痛みですか。出産の痛みね、ちょっとあの言い方あれなんだけど、なんかお腹下した時めっちゃお腹痛くなるじゃないですか。ね、しかもあとなんかすごい重度の下しの時のお腹の痛みあるじゃないですか。なんかこ、なんなら腰の方まで痛くなるみたいな。陣痛が来始めた時はそういう感じの痛みがどん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 強くなっていく感じで、もう最後の方はね、もうね、もう本当にわけわかんないぐらい痛いです。3人目が一番出産楽でしたかっていう質問もあったんだけど、いやもう全然楽じゃなくて、あ、でもゴーが一番、これで話せるよ。あ、マイク、借りていいですか。ゴーが一番あの生まれる時間は早かった。でも産んだ後ってなんかやっぱすごいハイな状態になるから、なんかもうその痛かったことよりもやっぱもう子供が可愛くて可愛くて、でもまあ体も痛いんですけど、もう本当忘れるじゃないけど、本当に痛い思いをして産んでよかったなっていう気持ちに本当になれます。みんなの身長を教えてください。私は160センチ、パパが161、ネネが131、キキが112、ゴーが95です。ネネ、キキ、ゴーが自分と似てるなと思うところはありますか。人見知りなところかな。え、ゴー、うんこしてんの。あっちで隠れてうんこしてる。終わったら教えて。終わったら一回中断しますね。最近嬉しかったエピソードは、そうだな、一番最近だとやっぱ母の日にみんなからいつもありがとうって言ってもらえたことがすごく嬉しかったし、本当に言ってもらえるだけで頑張ろうと思える。家族仲良しの秘訣、お互いがお互いを大事にすることかな。自分のことも大事にするのはもちろんだけど、親しき中にも礼儀ありっていうの、やっぱ近くにいる人ほど、あと大切な人ほど思いやりを持ってあげることが大事かなと思います。逆にそれができてないとめちゃくちゃ言うんだ、私とパパ。だからそういうのは結構大事にしてますね。母ちゃん出た出た。洗いに行く、うん、ちょっと洗いに行ってきます。すっきりしましたね。うん、すっきりした。今洗って戻ってきたところです。子育てを楽しむマインドはありますか。子育てをしてるとやっぱすごく可愛くて可愛くて可愛くてたまらないんですけど、やっぱ時々すごく、あ、大変だなとか辛くなっちゃう時があると思うんですけど、ネネとキキとゴーがどんどん大きくなってきて思うのは、今の時代だからできることだけど、写真とかをいっぱい撮っておいた方がいいかなって思います。やっぱ後になってそのちっちゃい大変だった時期がすごく愛しくてしょうがなくなる時期が
来るんですよ。で、本当もっと取っておけばよかったなとか、いろんな行事とかをもうちょっと大事にやってあげたらよかったなとかすごく思うので、その一個一個の行事、七五三とか誕生日、節分とか行事ごとを家族で楽しむ、やることの内容自体は別に本当さっぱりでいいんですよ。やったっていう思い出があると後になってすごく良かったなって思えることが多いので、行事ごとは大事にした方がいいかなと思います。睡眠時間はどれぐらいですか？もうバラッバラだけど平均的には5から7時間ぐらいかな。みんなが寝てから夜中編集したりして、でそれが終わってから寝るっていうのがいつものルーティンなんだけど、だからその編集が終わる時間とかによって、あと次の日起きる時間とかによって時間変わるかな。でも5を寝れてれば最悪どうにかなるっていうのが自分でも分かってるから、最低5時間は寝るようにしてる。みんな寝てる時カプセルシート寝るよ。あ、そうそう、よく知ってるじゃん。防災セットは用意してますか？防災セットはね、用意してます。ちょっと前にね、動画も出してるので、よかったらそっちも見てみてください。はい、今一番行きたいところ、ハワイ、グアム、あとフィリピン、沖縄、アメリカ。一番行きたいのはハワイかな。ねねと聞きとこうにハワイのプールの楽しさを教えてあげたくて、まあ、ハワイじゃなくてもグアム、海外のプールってめちゃくちゃ楽しいじゃないですか。私も子供の時に行ったことがあって、すっごい楽しかった記憶があって、しかもそのいっぱいあるから、いろんなホテルとかいろんなところにプールあるし、ウォータースライダーとかもいっぱいあって、大きいさ滑り台みたいなのがさいっぱいあるの、グアムっていうところとかには。それをやらせてあげたいなっていうのがあって、行ってみたいなって思って。グアム、子供の時にやってた習い事はエレクトーンとソロバンです。その2つだな。食費はどれぐらいですか？8万はいくかな。外食したらもっといくかも。家計簿はつけてますか？家計簿はつけてないけど、毎月のざっくりとした収支は一応つけてて、カードの引き落とし額とか保険料とか毎月出るもん。お家いらないよ。お家ではやってないね。とあと入ってくるお金とで、どれぐらいの動きがあるかなっていうのは、まあ、簡単には一応やってます。妊娠中気をつけてたことはありますか？妊娠中はやっぱ一番は体重、10キロぐらいまでに抑えてくださいってやっぱ最初言われてて、でも無理なんですよ私。結構太りやすくて、すごいクワガタ飛んでる。でも本当にね、運動量が少なくなるからっていうのもあると思うけど、なんか同じ食事量でもどん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 体重増えていくんですよ本当に。だからね、体重管理が一番大変でした。青森のねぶた来ますか？ねぶたね、行ったことないんですよ一回も。私青森出身なんだけど一回も行ったことなくて、でも一回は行ってみたいな。みんな誕生日はいつですか？パパが10月9日、私が7月11日、ネネが7月18、キキが8月7日、ゴーが8月13です。来月から誕生日ラッシュが続きます。誕生日動画も結構続いて上がると思うので、よろしくお願いします。子供の頃の夢、宝石屋さん。パパの好きなところ。パパの好きなところはね、やっぱ一番は家族思いなところ。表から見えないけど、その見えない部分での家族への思いやりがすごくて、結構もうずっと家族のこと考えてるし、家族のためにどうすればいいのかなっていうこともずっと考えてくれてるから、やっぱそこが一番好きかな。スキンケアを知りたいです。朝はユンスの化粧水と、あれなんだっけ、出てこない、あれです、ちょっとここにポンとのっけておきます、これと、夜はユンスの美容液を塗って、ユンスの化粧水を塗って、これです。運動は好きですか？大好き。小学校1年生の宿題の量を見て母的にはどう思いますか？ちょうどいいかな。そんなに量も多くないし、プリントを国語と算数を1枚ずつぐらいやって、あと音読やってっていうぐらいだから、30分以内に終われるし、ちょうどいいかなっていうぐらいですね。好きな色は何ですか？グリーン。グリーン。
好きなキャラクターディズニーのキャラクター、今日も来てるじゃん。ディズニーランドのキャラクターって可愛いですよね。スポーツしてますか？してないんですよ。いや、もともと好きなんですけど、やっぱ大人になるにつれて全然しなくなっちゃって、でも豪華小学生ぐらいになったらやりたいな。学校行ってる間だけとか。でもやっぱそういう間になんかやっぱ編集とかしたいなとか思っちゃうから、なんだかんだ運動することよりもそっちに時間を費やしちゃったりしてるから、やりたいな。でもパパと一緒にやろうと思います。人の目を気にしますか？若い時はね、めちゃくちゃ気にしてた。なんかもうすぐそこのコンビニに行くのにもすっぴんじゃいけないとかって言って、なんかもう普通にフルメイクして、そのコンビニ行くだけのためにね。年を取ってみて思うのは、気を使うことは大事だけど、周りの目を気にして何もできなくなることは本当にもったいないから、いろいろね。だから全然気にしなくていいと思う。最近一番笑ったこと、ねねとキキが今柔術行ってるんだけど、それのクラスが終わると毎回写真を撮ってくれるんですよ、先生がね。写真をこの間見たんですけど、ちょっとここ載せますね。これを見てもう本当に笑っちゃって、自然な笑顔の表情を作れないのが本当におかしくて、もうあれは本当に笑った。好きな食べ物、ラーメン、辛いもの、鍋です。医療美容はやってますか？ここに乾パンがあるから、乾パンを薄くしたくて美容皮膚科に行って、レーザートーニングっていうのがいいって言われたから、それを何回かやってて、でも一番いいなって思ったのはシルファームっていう、なんか顔に麻酔をしてこうウィーンって針みたいなのを刺す施術があるんですけど、乾パンにもシミにもなんかその美肌にすごいいいってやつで、ちょっと高いんだけど、それはすごく良かったです。自分の誕生日はもうすぐだから、ご褒美にやろうかなと思ってます。結婚前とした後で変わったこと、籍をね入れたからってなんかすごい変わったなっていう実感はないんだけど、まあでも名字は変わってるけどね。でもやっぱ一番は子供が生まれたことがすごい転機かなと思います。もう全然生活リズムも変わるし、うん、子供が生まれたことの方がすごい変わったなっていう感覚はあります。何をやったら自然な感じに垢抜けますか？これ私が答えてもいいんですか？なんだな、若い時はね、やっぱとにかく化粧で何でもごまかせるっていうか、化粧で何とでもなるって思ってて、あんまりスキンケアとかに力入れてなかったけど、今もう36だけど、こうすっぴんの時とか何もしてない時になるべくいい状態でいられるような肌を綺麗になるようなケアとかしたり、最近はまつげパーマとあと眉毛とかも行ってみたりしてる。でもやるとね、やっぱすっぴんにちょっと自信が生まれてくるから、すっぴんに自信を持てるようになんかいろいろやってます。逆上がりできるようになりましたか？できないよ。今度やってきますね、動画撮ってくる多分。はい、今回は以上になります。今回もたくさんの質問ありがとうございました。私がメインだからクソ真面目な感じになっちゃってちょっとつまんなかったと思うんですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。次はね、何の動画上がるかな、父の日の動画が多分上がると思うので、それを楽しみに待っててください。ごお付き合いありがとう。ではバイバイ。